その小さい魚たちがいるエリアに、これはまだ生まれて間もない弓矢地ですね。まだワムシというプランクトンを食べてるような段階です。まだ1週間は経ってないです。うん、もう少し大きくなるとこれぐらいですね。1ヶ月ぐらい経って、この辺もまだアルテミアというセブスジールを食べたり、そろそろハイモシリを食べ始めるかな。飛び跳ねてしまうので、この今緑の柵をしているんです。これぐらい大きくなってくると、ハイモシリを食べるようになる。こんな感じですね。まだサイズが小さいので、2時間に1回ぐらいあげて、もう2ヶ月経ってます。周りです。はい、弓矢地のお母さんになります。畜養というか養成して、でこの親として仕立て上げる。こちらカイワリです。弓矢地のお父さんになります。カイワリがすごい珍しくて、さかなクンの協力なしでは最初集まらなかった、意外とパリッと言っちゃう。こっち側来て、こっちからあげようか。どうぞ。このキラキラから。ハントっすね。6。1、2、3、4、5、6。3。溶存酸素って言って、酸素の容量がしっかりと魚にとって健康な状態に保たれてるかっていうのをこう常にチェックしながら行こうかな、これで。じゃあ、わかりました。
204.2 夜6時とかに出発して、うん、夜10時とかに豊洲に着くんで9時とかに、うん、僕らがその夕方水揚げしたものがもうその日の深夜から売れる路地なんですよ。
きいものがで、あるいは、しまった。
ありがとうございます。